ちは、木下ゆうかです。今日はエースコックの塩バター味ラーメンをここ食べたいと思います。見て、バターがさ、とろけてますよ。めっちゃ美味しそう。見てください、中にバターのパックになったやつが入ってます。こういう感じのやつが入ってますね。お召し上がりの直前に入れるやつです。だからもうあとはお湯を入れるだけですね。3分経ちました。コーンとね、キャベツとかね、入ってますね。まあ、あとネギも入ってます。そこにこれバターを入れるわけです。もうこういうやつです。じゃあ入れます。おー、入ってます。見えるか？見えないか。バターが投入されました。というさ、カップラーメンにバターが入ったやつってさ、ありそうでなかったですよね。なんか北海道系のさ、ラーメン屋さん、味噌ラーメン屋さんとかさ、結構バタートッピングあったりするけどさ、カップラーメンではね、意外と今までなかったですよね。でバターってさ、常温で固めた状態にしとくの難しそうやもんね。そういう工夫がされたバターなんでしょうね。あ、なんかバターのね、香りします。いただきます。バターがね、じゅわっと溶けとって、ほんのりとスープに味がついてます。麺はね、普通のね、ちょっと細麺の縮れって感じですね。一杯目完食です。バターの風味がすごくして、野菜もね、結構キャベツとかね、人参、コーン、いろいろ入っとっていいですね。じゃあ行きましょう。次、すごい、バターを入れてグツグツいってますね。次のお湯をガスタンバってます。あ、ご飯も炊けましょう。はい、美味しそうです。でね、私思ったんですけど、このままでもね、美味しいけど、さらに加えたら美味しそうなものがあるなと思って、牛乳です。牛乳をね、加えたらスープがね、マイルドになって美味しくなりそうで、さらにお家にあったバターをね、足します。贅沢ですね。スープはね、やっぱりミルク色になりましたね。まあ、バター増やしたからですけど、バターのね、味が濃厚になって、スープがね、マイルドになって美味しいですね。カップラーメンにもさ、ちょっと手を加えるとさ、さらに美味しくなりますよね。完食です。3つ目です。完食でーす。これはでもバターって書いてないですね。そう、旨ミックスパックって書いてます。バターっぽい成分多めのスープの調味料って感じですよね。4つ目です。完食でーす。暑い、やっぱね、どんだけ涼しくしとってもね、5カップ食べるとね、暑くなりますね、体が。最後5カップ目いただきます。塩バターラーメン5カップ完食です。バター好きにはね、めっちゃ嬉しいラーメンだったと思います。バターがね、しかも大好きで、家にバターがある人はさらにバターを加えて牛乳を足すとマイルドでバターがもっと濃厚になります。とっても美味しかったです。ぜひぜひ皆さんも食べてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。